寝た後の顔はひどいからね、ラジオ配信になっちゃうよね。この写真、指紋がリアルで可愛いね。私の指なわけないやん。でもちゃんと息する？やば、つら。今日美容デーだったよ。めっちゃね、足のネイル可愛くなった。右足赤で左足黒にした。二色展開。これはね、心の闇とね、心の闇を表現してるの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、だ2週間後って、1週間後、2週間、あー、そんなもんか。1週間、6日、7日、9日、10日、詳細は次回。深い。そう、ロールパンナちゃん。ロールパンナちゃん。ロールパンナちゃんです。もし自信をなくしてくじけそうになったら、いいことだけ、いいことだけ思い出せ。そうさ、空と海を越えて風のように走れ。夢と愛をなんちゃか、地球をひと飛び、ひと飛び。アンパンマンは君さ。子守唄だよ。そは君さ、力の限り、ほらきらめくよ。君は優しい広さ。
アンパンマンは君さ、力の限り、ほらきらめくよ、君は優しい広さ。おやすみ。やっほー。どのくらい、結構寝てた。寝つけてもらってる感ある。寝起きだよ今。頭回ってないポン。頭回ってないポンって。頭回ってないポン。みんなはどんな感じ今。どんな感じポン。眠いポン。私もお風呂入りたくないポン。寝るタイミング伺ってるポン。確かに風呂入っちゃったらな、めっちゃ目覚めちゃいそうだよな。まあそれはそれぽん。6時間もやってたの。やば、よくやれるね。私酔っちゃってできない。酔い止め飲むしかない。ガンやるなら。おやすみ。休み休みだポン。配信すごい。配信も酔いそう普通に。木曜日のネタ考えた。ありがとうポン。そういやもうすぐあれが、その配信があるぴょん。忘れてたぴょん。AKB じゃん。みんなめっちゃ見てるじゃん。 APEX 見るとよポン。デートしたことなさすぎて
魔法の絨毯になることにした。高野菜の配信、ハローハロー、ずっと見ていた二人なら、きっと何があっても大丈夫。スタジオ代800円か。明日月曜日。でもな、撮らなきゃだしな。2時間3時間どっちにしようかな。カラオケもする、あの撮影ポン、そうオーディション用の動画撮るポン。頑張るポン。頑張るポン。レンタルはしてるポン。頑張るポン。みんなは明日何するポン？アクション。つぼらないでよ。なんでポン？2300円ポンか。仕方ないポンよね。レンタルスタジオポン。もうちょっと安いとこ探すポン。
高いっぽいよね。まあまあいいスタジオっぽいポン。3時間で2300円ポン。まあ1本ここで。そんなもんポン。3時間で頑張るポン。自腹ポンよ。自腹ポン。いつだってまだ給料もらったことないポン。こんばんは。ずっと見ていた二人なら笑えたらいいじゃん。クーラーつけっぱのポン。むにゅむにゅしてる。なんかどこ行ってもさ、私顔の筋肉硬いとか、くも体の筋肉硬いとか、全部硬いらしいんだけど、どうして。よいしょ。全身不調なんだけど、いつも言われる。
元々わかんない、頭とかも硬いんだって。なんでなんだ。頭が硬い、そう、なんて言うんだろう、地肌みたいな。ね、私スマホめっちゃ見てるのかもしれない。でもスマホってみんな見てない？アップルペイ使わないな、アップルペイは。ずっと見ていた。8時間10分、私10時間とかだよ。勝ったね。みんなどれぐらい？13時間。1時間？マジすごっ。3時間。YouTube 見るんだ。私 YouTube 見ないんだけどな。15時間。パソコンね。パソコンも入れよ。スマホがない時代に行きたいな。すごい聞いてほしいことがあるんだけどさ、今日さ、ネットニュースの記事でさ、14歳の北海道の女の子がさ、自殺なのかな、亡くなった記事見たのね。
で、なんかそれの理由がいじめで、なんか男の子と女の子がグルになって、男の子がなんか12歳の子にわいせつな動画を要求してみたいな。もう私怒りが止まらなくて、その後に出てきた記事が、就活のリモート面接がでのセクハラ発言がめっちゃあるんだって。もう男の人やばいってなっちゃったんだけど、なんかもう性欲で人を殺してるじゃん。本当になんかもうハゲそうになった。私今日電車の中でそれ、その2つ見ちゃって、なんだと思ってるんだろうって。で、私もなんだろうな、ね、学校側も最低だよね。だからもう人間って最低、本当に人間って最低。若いのに悪度すぎでしょ。親も絶対ろくでもない人だ。いじめられたやつらにも、いじめられる人にも責任があるっていう言葉、私めちゃくちゃ嫌いなんだけどさ。じゃあ今回あの子が絶対何、あの子のくせいだったのって。絶対違うでしょ。あれは何、やっぱさ、加害者の親がそんなんだったらさ、絶対そんな子供に育っちゃうよね。私のファンはいないばかりだよ、知ってるよ。親が言うならこの子だよね、本当に。なんか私もさ、いじめられた側にも原因があるって言われたことあるのね、ずっと。嫌だったな。
イエイ。女性からのセクハラとかあるのかな、どんなんなんだろう。ちょっとあんたいい筋肉してるじゃない。逆セクハラ、嘘、どんな感じなの？受けたことある？どんな感じだったの？満員の最終電車のやつ、オラの足にすごく大きな女の子がどういう状況？でも男女って分け方したくないけどさ、でもさ多いよ男の人は。やっぱそういうのしか考えてない人、やばい、偏見かな、私が女だからかな、偏見だよね多分。うわ、めっちゃ髪の毛だけだらけ、やば、偏見だよね。私の周りが悪いだけな気がする。普通に痴漢だよね。めっちゃ絵だけだらけ、やば。めっちゃ二重暖房になってたんだけど、気づいたら。で、みんなはそうじゃないって分かってるよ。ハート、枝毛やば、髪短いから枝毛大丈夫とか油断してたわ。枝毛やば、これはやばピー、トリートメント行かなきゃ。やばい。おやすみ。やばいよね、あのニュース見てめっちゃ辛い気持ちになっちゃった。みんななるよね。
みたいな人ばっかりになればいいのに。お疲れ。高知の夜はお月も。アフガニスタンのニュースわかんない、見てないそれ。やばい、枝毛。へこんでる。思った以上すぎてへこんでる。めっちゃ髪の毛痛んでるよ。宗教観念を変に解釈してる時期、女性を迫害する。マジで女性差別ってこと。初めて自分の枝毛を見ただけは興奮した。そう、男の人は枝毛なんかできなさそう。アイロンとか通さなかったら全部アイロンのせいなんだよな、多分。ボブだと毛先めっちゃ巻くからさ、毛先が集中していたもよね。そうそう、そうなんだよね。アイロンがないとね。やっべー。確かに私も枝毛ができた時めっちゃ嬉しかった記憶あるな。あ、これが枝毛みたいな。小学校の時、人が喋ってる枝毛が何か分かってなくて、初めて認識した時嬉しかったな。これか、確かになったなった、これが枝毛か。今はもう枝毛しかない。普通に、うん、普通にサイちゃん今やってるよ。
今枝毛を裂いています。とても楽しい。でもそろそろ寝ようかな。また明日配信するね。実況、全部の髪が枝毛です。怖いです。13位、余裕のないゆうちゃんさんありがとう。12位たるいもさんありがとう。11位ひなっぴさんありがとう。10位ギガルさんありがとう。9位スピナさんありがとう。8位かずせさんありがとう。7位しゅうさんありがとう。6位は衛星73さんありがとう。あ、おやすみ。5位よしさんありがとう。4位まぼろしさんありがとう。3位ひでくんありがとう。2位林おちょごちょごさんありがとう。1位クリポンさんありがとうございます。また夜に、多分スタジオを撮ってるのが18時から21時だから、多分ね20時ぐらいからな、20時とか19時半からとかやるかなって思ってます。よろしくお願いします。おやすみ。おやすみ。